日本国史学会はやはり歴史をですね、現在化するっていうか、まあ、現代の生きている人々の中に、まあ、その連続を見るというですね、そういう意思、そういうことがね、こう、歴史を見る目をビビッドにするっていうか、まあ、そういうことを考えているわけで、生きた歴史というかですね、そういう考え方が、まあ、新しい学会ですからね、当然できると思うんで、まあ、そういう意味でも場所も場所柄もいいということですね。で、まあ、ご存知のように今ですね、その世界はまあなんかハマスの、まあ、イスラエルとの戦争で、メディアは湧いてるっていうとあれですけどもね、こういう一種の悲劇的なニュースが続いてるわけですが、まあこれも前にも話したようにメディアがですね、やはり一方的な、まあ、報道をする、本当に現場がですね、常にこう悲惨な、まあ、場面ばっかしが出てきてですね、これもウクライナ戦争の時もそうでしたけれども、そういう意図的なですね、悲劇的な場面を映すことによって、まあ、それを受け取る方が非常に反発する、あるいはそこに同情を生み出すというですね、こう、効果を生むわけですね。しかし、ほとんどの歴史っていうのは、そういう現場を映すなんていうことは、ほとんどないわけですね。で、結果的に何千死んだ、特に今なんか中国ではですね、もう数字をこう発表することは政府はしなくなったというように、それから現場を絶対移すことがないという、それでいていくら死んでいっているのかわからないという悲惨な状況がまあ伺えるわけですね。ですから、その現場を移した戦争と現場なんかを何も移さない、しかしそれ以上にも死者の数をかあのまあ、カウントできるというですね、そういうこう政治あの社会とですね、あるいは国家というものが、まあ、非常に対照的であるわけですね。で、まあ、今回ですね、G7 が、まあ、このハマス、イスラエルの、ね、戦争で、ハマスが、まあ、これだけ事件を起こしてですね、そして、まあ、人質を取って、まあ、240人ぐらいの人質を取ってですね、で、まあ、非常に、進行したと、そういうことによって、まあ、事件が起こったとするわけですけれども、まあ、多くの人はですね、こういうこともイスラエルが仕組んだんじゃないかというようなことが、まことしやかに言われていてですね、まあそうかもしれないということがあって、まあハマスに同情するようなことが世界中の デモが、そういう傾向があるわけですけれども、私たち日本人がですね、どういう態度を取るかっていう問題、G7 の議長国でもあるにもかかわらずですね、G6 が全部そのイスラエルに賛成するっていう、最後はカナダまで賛成するっていう格好になってるけれども、その議長国の日本が何のそのイスラエルに対するまあ、支持を出してないっていうことを、イスラエルが全く非難してないっていうことですね。それから、まあ、それ以後ですね、国連ではハマス氏、つまり、を支持する、そういうこの投票で日本は棄権してるんですね。で、こういう態度っていうのを、まあ、メディアあまりこう、あれこれ言ってませんから、その問題っていうのがね、かなり私は日本の、歴史的な問題の中でですね、これ自体が重要な一つの態度だと思うんですね。で、私自身はですね、いわゆる日本にですね、ユダヤ人が来てたという問題が、こう、5、6年ですね、非常に問題になっていて、
まあ、それが果たしという形でですね、特に関西地方あるいはまあこう具体的にですね、京都なんていうのは果たしによって作られたっていう、まあ、本も書いたんですけれども、その潜在的にそういうユダヤ人問題が日本にあるんだっていう問題を私はまあ繰り返し言ってるわけですね。でそれがまだ今、まあもちろんそれを受け入れるかその受け入れられないかの問題で、まあ皆さんもねあんまり態度を表明してないと思うんですけれども、こう事実としてこれだけはっきりしてきたわけですから、認めないわけにいかないんですよね。ですから大臣はじめはだけではなくて、全ての問題の中にこういう問題が食い込んできたと。そしてその日本人とユダヤ人の問題がですね、ほとんど日本では消えているという問題、あるいは日本に来たユダヤ人が同化してしまったっていう問題、ね、でここに私はね、ある意味でのユダヤ人の今他の国に対する態度のね、一つの大きなモデルがあるんだろうと思いますね。つまり必ずイスラエルっていうのは、まあご存知のようにパレスチナにですね、あれを自分の国だということで1948年に国を建てたわけで、これに無理があるということを言って、でだからもうパレスチナに議員にですね、ある意味で常にこう戦う格好で、まあ、侵略して西部地区でもですね、どん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 イスラエルが入り込んで、もうその要するにパレスチナの、まあ、人の国がですね消滅するような勢いであるわけで、で今度のガザもですね、まさにそのもう半分は侵攻してしまって、まあ、地下の、まあ、地下道のですね、あれをもう一つも殲滅するということで攻撃をしているわけですけれども、つまりこういう戦いを常にやらざるを得ないというイスラエルのですね、国を作りの無理な、まあ、支持者はですね、これはもうもともとイスラエル人が、あるいはまあユダヤ人がですね、住んでいたところだと。そして、決して今、改めて住んでるんじゃなくて、もう徐々に住んでいたんだというところをまあ強調するわけですね。ですから、決して今になって新しい国を作って、そのパレスチナを追い出してるんじゃないんだということも言ってるわけです。で、こういう言い方はですね、日本にもですね、私がやってきたとき、これは実を言うとすごいこう平和的に入ってるかに見えますけど、やはり中央アジアの弓月国から来た1万8000人の、まあ、日本人、ユダヤ人が来て、それを応神天皇が受け入れたときですね、日本人はですね、それを抵抗なく受け入れてる。かえって朝鮮半島の新羅がですね、それを妨害したと言っているわけね。ですからここにある種のコンフリクトがあるわけですけど、日本はそれを受け入れて彼らをね、住まわせたと。でそういうことがね、基本的に日本人のまあユダヤ人を受け入れる方法であったわけですね。で結局日本はですね、その国土がまあ広いっていうか、今のイスラエルに比べるとはるかに広いですから、彼らを受け入れて開拓させる、あるいはいろんなところにですね、こうばらまいては、畑は畑ですから、そういうこのあるいは旗織りですね、そういう産業を、まあ、起こすようなことをこうどんどんさせたわけですね。でそして一方ではですね、そういう人たちが非常に優れた官僚となって天皇に仕えるという、これ竹内宿根なんかもそうですね。でそういうことでね、彼らを受け入れ方がですね、私はある種の理想だと思うね。つまり民主差別がないんですよ、ここにはね。ですけれども、一方で現代のパレスチナ問題というのは、パレスチナの方自体が貧困な、まあ貧困というかですね、相対的に貧困で、それからどうしても
宗教そのものが他の宗教をですね許容しないということがあって、まあ、当然ここに ある意味で衝突が起こるに決まっているわけです。で、まあ日本人はですね、そういう意味でもう対岸の火事の遠くのところにいるというような感じで、で確かに人質の中にね、もし日本人がね、2、3人でも、あるいは5人でもいたら、これはもっとね、問題になると思うんですね。で日本人もそれをどうするかっていう問題で政府が乗り出さざるを得ないわけで、そうすると当然イスラエル支持のですね、声明を出さないといけないわけですけれども、どうもその官房長官もですね、日本の、に人質がいないからということで、まあそういう意味でですね、イスラエル支持をしなかったようなね、まあ曖昧な態度をとったわけで、これがですね、確かに私は今のところこれが日本の態度が良かったっていうかあれですけどね、中立を保つと。で、現代の問題に立ちないっていうこと。これで、これに対してさっき言ったイスラエルも非難してないというところ。あるいはハマス側もですね、まあ、今取り立てて日本のことを言う必要はないでしょうけれども、どっちもですね、何も言ってないっていう、まあ、いつかは言うかもしれませんけどね。で、このことはまあ、このことでいいと思うんですね。それはもう関係のないことに口を出す、あるいはメディアがね、どっちかに立てという、この二元論っていうのは、西洋の論理ですからね、あるいはユダヤの論理ですから、これは取る必要がないんです。ところが、まあ、それに関わってきたときにというところで、この日本人が人質がいないというところでですね、これはやっぱり私はハマスも、あるいは、イスラエルも、まあ、これはもう考えていたと思うんですね。で、日本人っていうのはですね、かなり世界における世論の形成に重要な役割を果たしますから、日本人をどっちにつけるということをしないようにしているっていうのがよくわかると思います。このことでね。しかし私たちはね、まあそういう意味で、無関心ではいられないっていうかですね、皆さんも、これだけ関心を持つということは、血の中にですね、特に関西人は、まあ、そういうのが入ってるということをね、自覚するべきだと思うんですね。で、これによって、関心を持つという世界性に、これは非常に重要な、まあ、記憶となっている。ただ、皆さんがその記憶を消されたっていうところ、で、記憶を消しているけれども、祇園祭りなんていうのは、もう実を言うと、こう、全部ですね、まあ、みこしからですね、出汁から全部ユダヤ的な物語が入ってないとわからない。そういう、こう、祭り、あるいは神社がですね、八幡神社も、稲荷神社もすべて、私系であると。で、よく考えると、ユダヤ教の様式をとっていると。幕屋を神社の様式にしたりですね。で、私はまあ、こういうことをずっと、まあ、研究してるんですけれども、根本的に日本は自然神であって、神社仏閣の建築物は、決してその、本当の、まあ、この信仰の対象じゃないっていうところで、見事に共存してるんですね。はだし系のやり方の神社と、本来の日本人の高間派系の持ってきた山とか自然とか木とかね、あらゆる自然というものが主役であって、神社じゃないっていうところで、これが見事に共存してるということがわかるわけですね。で今問題はですね、だからこれからイスラエルとはイスラムの共存という問題がね、どういうところで成り立つかっていうことなんですよ。で、そのことをね、ある意味ではそういう一方がないところを補うっていうか、ね、だから両方これだけ神が、元来はアブラハムの神が同じようなものであったはずなのが、完全に別の神になってしまって対立しているということで、永久にこれはもう戦い続けるぞということに両方言ってるわけで、
まあ、そういうことがね、私はどっか解決するのはやっぱり共存せざるを得ないっていうところからね、始まる人々の、栄誉だと思うんですよ。で、これが日本は、なぜユダヤを従えてしまったかって、従えたっていうよりも、同化させてしまったかっていうと、皆さんの、つまり日本人が本来持っている、その、従わざるを得ない、こう、まあ、なんていうか、誠実さと、こう、常に人をね、疑わない、そういう、こう、人間の、この、良さっていうかね、これが縄文以来、こう、ずっと、養われていたっていうこと。これによってね、ユダヤ人が、あんなずるいユダヤ人が、日本人に、同化してですね、そしてそれを助けるという格好になった。ということがね、私は非常に印象、歴史から学んだことなんで、ね、歴史から見るということができたわけです。ですから、まあ、この前、義経問題もですね、義経がなぜモンゴル人を従えたか。これはまあ皆さん読んだかどうか知りませんけれども、確実に今、義経は日本人だというのが分かったんですよ。で、ですからね、それも今、まあイタリア人にも言ってるんですけど、なぜイタリアがパックスモンゴリカっていう、モンゴル人を非常に称えたか。これはシエナの視聴者がわかるんでわかる。それは日本人がいたからだっていうことがね、分かってくると納得するという。まあ、この辺はですね、まあそういうものを読んでくださった方と、まあ、関心ない方はまあ別ですけれど、まあ一応私たちはそういう問題をですね、ユダヤ人の問題っていうのは、まあ、日本人が解決できるんだろうな、ということをちょっと予想しているわけです。まあ、その辺もですね、我々の、だから私たちは、関西に来るとですね、いろんな旅をするわけですね。で、そこに、この前、脳の方々と一緒にやったのは、やっぱりそういう、果たし系の神社が、この辺にたくさんあってですね。で、これはもちろん、島根、まあ、出雲系ですけど、出雲系と高間原系の、見事な調和なんですね。国譲りをしながらもね、それが共存してるという。で、そこにできたのが脳であるということも分かってくるわけね。まあ、この辺もですね、非常に私は興味深いんで、私はまあこの前テルアビブ大学でですね、まさに埴輪がですね、ユダヤ人埴輪がたくさんあるんだぞということを言って、非常にまあ満員でしたけどね、話してきたんですよ。そしてそれらがどうしちゃったんだ、その埴輪のね、こう水らをつけた人たちがどうしたんだろう、全部水らを取っちゃったんだということを言ったわけですね。そして日本の貴族になったり、芸人になったりですね。まあそういう姿になったんだということを言った。で、そういうことをね、非常に関心を持って言ってくださったわけですが、まあそういうことでね、今日本人が、もちろん遠いところで我々は中立ですけれども、彼らの、こう、いわゆる共存のですね、一つの大きな、まあ、歴史的なですね、鍵を持ってるんだな、ということが分かる。だから、議長の、今 G7 の議長、唯一のアジアのね、国が G7 の中に入ってるっていうこと自体の重要さ、ね。それから一方で、まあ、中国がほとんど没落してあるということでね、もう彼らの発言がほとんどなくなっていくだろうということも予想できるわけで、まあそのところでですね、日本人の、まあそうした思考力と、ある種の歴史的な結果というものをね、そろそろ世界にですね、述べるべきだろうというふうに思っているわけです。まあちょっと、挨拶の時間で今日は私の発表じゃないので、この辺にし、置いておきますけれども、今日はですね、東京裁判について、まあ素晴らしい二人の赤学がですね、話してくださるので、ぜひ、拝聴して、まだ、東京からやってきました。どうもありがとうございました。